はい、こんにちは、クラウノです。と、ミナノ州です。こんにちは、こんばんは。まあ、今日最後ですね、最終日。明日、飛行機で帰るんですけど、まあ、最後の晩餐ということで、ここは何て店だっけ、メキシク、メキシク、まあ、なんかホテルのそばのメキシコ料理屋さんで、すごくフランクなんで、まあいい感じで、でまあ、住所とか載せておきますんで、で、まあこれ最後なんで、おお、来たすげえでかいの来た。で、まあそういうことで、まあ最後の、まとめみたいのをやろうと思うんですけど、まあ本当はね、こういうところ見てますとか物件とか見せたかったんだけど、ちょっといろいろまだ決まらないから、ちょっとそこを露出するのやめようっていうことで、いつもこういうまとめになっちゃって申し訳ないなと思うんですけど、まあ決まったらね、ちゃんとしっかりと見せていくんで、まあ契約まではいろいろね、不動産でナーバスだから、そうそう、何があるかわかんない、まあ、そういったところをちょっとシークレットで、ちょっとね、分かりにくいまとめで申し訳ないなと思いますが、はい。で、まあとりあえず今回みんなに聞いていきたいことがあって、まあ2つなんだけど、まず1つはアメリカの印象。あれ、この中でアメリカ初めての人、ほら、だから副社長、あ、ミツか、じゃあワンモアで OK です。まあそれはちょっとすいません、それでいいんですが、ちょっとアメリカの印象を聞いていきたいなと思います。はい、じゃあ松江さんから聞いていきましょうか。あの、だってね、ファーストタイムでしょ、俺もそうだし。なんか活気が、やっぱり活気があるなって感じです。勢いがあるというか、あの、いいと思う。すごい街自体にパワーがある感じがすごくしました。だからまあ勢いがあって、本当になんかすごくこう、何やるにしても可能性がすごいある。まあ今はね、僕ら東京で馴染んでるから比べちゃいますけど、ね、本当にパワフルだし、なんか何かをやるっていうことに関してはすごい可能性がたくさんあるんじゃないかなっていう感じでした。はい、ですね、先週に、タイとシンガポール でその翌週ニューヨーク来てると、なんて言うんだろうな、シンガポールもすごいね、建物とか、すごい綺麗だったなと思ってるんですけど、やっぱりそれ以上に圧倒されて、街並みに、すごいクラシックな建物と近代的な建物が織り交ぜていて、まあ、そこにすごくやっぱり建築好きというか、そういう視点で見ると素晴らしい街だなと、まあ、またパリとも全然違うしっていうところで印象深かったです。アメリカの印象ですね、まあ、まあ私9年ぶりだったんですけど、でもどうだろう、やっぱりさらに活気があるような感じがしました。で、なんか聞くとやっぱり治安は実際は良くなくて、そのコロナから引き続きまだ今も悪いよっていう風には住んでる友達とかは言うんですけど、でもなんかまあ地域的なことなのかな、なんかあのすごい活気があって、あの、うん、楽な感じっていうのかなでした。はい、そうですね、俺も初めてアメリカ来たんだけど、やっぱもう全然違うよね、日本と。もう活気がすごくて、本当みんな活気がすごいって言ってるけど、もう街自体にすごいパワー感じるし、でね、そのコロナが結構蔓延してて、街のそのテナントとかも全部歯抜けになって、ですごいゴーストになりかけたんだけど、ここほんのここ 1,2 ヶ月ぐらいでバーって街が戻ってる最中っていう風にニューヨークの人たちは言っていて、だからつまり今本当にジャストで活気が戻りつつあるから、逆にすごい活気があるのかもしれない、もう一回戻すんだみたいな感じのその活気は感じるかな。で、実際、まあ物件も本当に今ギリギリいいところが集まってる、まだ残ってるっていう感じの状態だから、コロナでみんなバーってなくなったところが値下げになって、
売りに出してたけど活気が戻ってきて今すごい勢いで埋まってる最中なんだって。でもう遅いよっていう人もいればまだ最後だよっていう人もいるし、ちょっといろいろあるんだけど、まあギリギリのところではあるのかなっていう感じはしてるかな、マーケティングの目線で言うと。だから、まあ、実際さ俺たちもさいろいろ回る中でさ結構いい物件多いじゃん。だから多分これ 1,2 ヶ月後だってああいうの埋まってんだよね。だからそういう意味では結構いいのが2件残ってるかなって感じ。はい、じゃあ佐々木さん。はい、私も初めてアメリカに来て、まあ、みんなが言ってる通りなんですけど、まあ、パリと比べて振り幅が大きいなって思ってて、当たるもそう、失敗するも変な話、すごい行くときはボンと行くし、そういうちょっと可能性の幅が大きいなっていうのが印象ですね、パリに比べてもです。で、まあ、これからフリートークなんだけど回さないんだけど、あのさエリアがさ、もう俺本当にもううまくいく気しかしないんだけど、いや本当にだって今日本ブームだったりすごいじゃん、日本ブーム、和食もそうだったし、もう日本的なところが全部行列になってるみたいなところがあって、そうだからもう結構いいところ行くんじゃないかなと。どう思いますか？いいと思います、絶対。もう日本にいる時に思ってたより全然上がってます、その期待値が。まあね、日本にいた時は大丈夫なのみたいなところはあったけどね、実際来てみたらうわこれいけるぜみたいな感はすごい出てるよね。でもそういう家具とか文化的なところはまだそんなに出てきてないっていうか、ほとんどなかったじゃないですか。だからよりいけるんじゃないかなって気はします。実際空いてるテナントがこれから次家具屋さんが入るんですって言ってポルトナルフラウだったり、まあいろいろしてるから、まあ本当本当今本当に動いてる、いい時に来たよね。いや本当に不安を抱えてきた感じがすごい前が開けたなっていうのが本当にシンプルにそれだけだな。というわけで全員そう状態になってるわけですけど、もう行くしかないしな、実際行くしかないし、やるしかないよね。あとはお金だね、やっぱ数億円かかるんでどうしたって。だからまあそれをしっかりね回していくしかないから。いやでもいけるね、いける。いやもういけるって、もう想像台になるしかないみたいなところはあるか。まああるな、まああるけど、まあそれで今までやってきたし、今までうまくやってきたからね。まあまあ突っ走りましょうっていうことで、あと何話そうって言ったっけ。どっちがいい。ああそうそう、でこれ最後の話題になるんですけど、結局昨日のその YouTube でまだ実は編集してないんで、これから昨日の分編集なんですけど、まあその次にこれを編集してまあアップするんですけど、あの3件選んだんですよ最終。その最終の3件のうちやっぱり決勝戦は2件だなって、2店舗だなって思っていて、でそれが1店舗が双方で、1店舗がどこだっけ、マジソンスクエア、マジソンアベニューか、ごめん、マジソンアベニューと、ソホだから、なんだっけ、マンハッタンがこう細長くあったら、真ん中の右下が、ちょい下がマジソンで、でさらにちょっと下のちょっと、真ん中あたりがソホなんですよ。でまあセントラルパークが上の方にあって、そこから上っていうのはちょっと、いろいろ辛いとこだったりするんで。でまあそういったところであれなんですけど、いやもうぶっちゃけまだ聞いてないんだけど、みんなどっちかなっていう。いやで双方ってやっぱりアパレルのなんていうか、まあ日本の土地で比べちゃうのもおかしな話だけど、でもやっぱりイメージは代官山とか、まあ なんだろう代官山の1店舗1店舗がすごく巨大になって、なおかつ代官山の地域が10倍ぐらいに面積膨れ上がったらあんな感じになるのかなみたいなところは俺はあったんだけど、すごい人だったよね今日とか土曜日とか。すごかったよね。かそのマジソンはあれどこと言えばいいの、青山っぽいよね、ちょっとどっか開園前って感じ。本当にそうだよね、
ちょっと静かで人もあのなんか若くないし目的的に動いてるっていう感じではちょっと本当確かに青山も表参道ではなく青山といっても外苑前みたいなところのイメージがあったんだよね。でそう考えたら俺らは青山でやってるからまあ、 あのマジソンなのかそれともでもあの活気は捨てがたいで、まあ、どっちもいい物件なのでまあ、 あの双方なのかっていう。でもどっちもさ過激さなんだよね。そうすごい数よ。というわけで最後ケツを取りたいと思います。決めましたか？まあ、今のところで、ね、そうなるかわからないけど今のこの時点での自分の推しはどっちかっていうのをちょっと手を挙げてもらいます。そうなんですよ。あのまあいろいろ複合大家さんがいいの。そうね、大家さんがわざわざ俺たちのそのホームページもそのカタログも見た上で不動産屋さんが案内するんじゃなくて大家さんがわざわざ来て、そんで大家さんが我々に入ってほしいからすごい熱く接客じゃないけどその説明してくれたんだよね。ご案内してもらってね。あれはでも結局そのテナント借りる時の個人オーナーと単なる不動産回してる管理会社とやっぱりそのオーナーさんとつながりながらやっていきたいなっていうところはあるよね。そうなんで、そこは双方でも実は双方の方が高いんだよね。高い。何倍くらい？でもまあ 1.5 はいかないか。日本円にして100万、200万、100万。いや100万大きいっすよ。でも簡単に言うといくらといくらだっけ。いやそれはちょっと秘密にしとく。まあまあ確かに、まあちょっとまあでも桁が結構大きいんで、まあまあじゃあ行きます。じゃあ最後にこの情報出していいってなったらあの時これとこれ迷ってましたっていうのはあの解禁するのでまたそれちょっと見て後見てもらいたいなと思うんですけど、じゃあとりあえずそうそれも取れるかどうか分かんなくて分かんないからまあ今のところの話ですね。まだ増えるかもしれないし候補は今のところの候補の2つのうちどっちかってことですね、うん、はい。じゃあそういうことで、はい、まずなんだっけ、目とかつぶんなくていい。つぶってくださいじゃあ目。大丈夫。じゃあ双方がいいと思う人。マジか、俺だけまさかので、なんだっけ、マジソンがいいと思う人。4対1でマジソンストリートっていうかマジソンになりました。マジソンアベニューになりました。何を優先するかですよね。何を優先するか。その優先した理由は、理由はやっぱ競合と、まあ、競合があってのブランドを作るっていうところですかね。まあ、早いかなっていう感じだし、本当商売的に勝ちに行くならあっちだ。うん、やっぱりあの魅力がすごい、家具屋としてはある街だなっていうのを。あと歩いてなんかなおさらそう思う。さっき双方歩いたじゃないですか、フリータイムであの時にやっと違うなって思って俺も思った。だけど例えば有田の皿とかそういうのも多分展開していくことになるんで、そうなった時にっていう。今までだ、双方の方が魅力的な部分もあって、私たちの今までだったら地を取ってしまうかなっていう気もするんだけど、ちょっとニューヨークは新たな展開って思ってる部分もあるんで、あえてまず。そうだね。だからいや新たっていうかやっぱ慣れてるのはマジソンの方だよね。ああいう雰囲気に慣れてるのは。そうかな。だ青山っぽいし。まあね。まあ。まあまあ。
まあ、今とりあえずの4対1みたいになってますけど、まあでもね、もうこれが本当最終結論なら僕は4の方に従いますし、もちろん。いやでも迷うの、これはこれからまだ交互期待な部分がある。そう、さっきもちょっと言ってたんですけど、その大家さんに逆に選ばれないってこともある。特にマジソンの方はあるんで、まあそこは大丈夫だと思うんだけど。まあそんなことで、今回の出張はでもいい経験できたよね。あ、江口さんは今ちょっとこっちのお客さんと、お客さんにお友達かとディナーなんで、ちょっと人はいないです。まあでもね、でもちょっと結構あれしただけでいろんな人たちとつながるし。そうなのね。だからまあせっかくなんで、まああんまり機会ないし、優先して行ってもらいました。はい、まあそんなわけで、まあいずれにしてもエリア爆進中で、ニューヨークはね、青山を抑えて本店にしていくつもりなので、まあすごいいい感じで進んでるんじゃないかなと思いますが、まあそんなことで、アメリカの出張、ニューヨークの出張でした。じゃあまた追って、まあ、いろんな詳細はどんどん YouTube で上げていこうと思いますので、またちょっとお付き合いくださいませ。それでは乾杯したよね。はい、じゃあ乾杯でいこうか。はい、じゃあ乾杯です。はい、お疲れ様でございました。てか、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。